エエルフクリエイトの川島慶藤でございます今日は頑張らない生き方っていうのをねちょっとお話できたらなと思います。ね子どもの頃から僕たちは頑張れ頑張れ頑張れっねっていうふうによく言われました。うん、そして今日も一日頑張ろうっていうふうにね朝から気合を入れるっていうことをよくやるわけなんですけどもまあそれがね全て悪いわけではありません。しかしか頑張るっていうのをねこれ 固くなに貼るって書きますとにかくグーッと力入れることになりますね、うん、ね、で子供の頃からもね頑張れとできてないことねできないことをできるようになるっていうことがこれが成長だということでね端子を是正していくっていうことねまあ、これが教育の基本であったりもするわけなんですねそれが全て悪いとはもちろん言いませんけどもそうではなくって えっと、できないことっていうのはまあ要はやりたくないことでもあったりするわけじゃないですか。ね、それを無理やりやりらせてしまうっていうことそして自分がやりたくないもんだからグッとこっち、ね、拒否しているのにそれを、まあ、ブレーキを踏みながらアクセル一生懸命ガーッと踏ますっていうそういう感じになったりするのね。うんまあ、だからとっっててて放任してしまって ね、ただ、その楽をするっていうんかね、その、えー、サボるというか、堕落するようなことだけをすればいいっていうことではないので、そこはちょっと難しいところなんですけども、はい。えー、っと、とにかく、頑張るっていうことは、ぐっと力が入るっていうことね。で、力が入っている状態っていうのはどうでしょう。健康で言えば、ね、ぐっと力入ってて、これが免疫力とか、ね、 自分自身の体の中の気の流れ血の流れそういったものがぐっと頑張ることによって停滞する。ね、東洋医学では「えー、万病一元気欠の滞りから」って言って気と血の、ね、流れが滞ることによって病気起こるっていうわけなんですね。まあ、なのでリラックスししてて深呼吸して ね、この血液の流れ気の流れそして体中に酸素をしっかり送ってあげるっていうことでね自分自身の、えーとまあ、病気を治したりとかそして予防する力を100%引き出していくっていうことをやるわけね。うん、でまあ頑張るってね頑張りすぎたりとかね、たくなり頑固になったりするとね 面白いことで癌になりやすいっていうねはい頑張りすぎるとねやっぱりダメですねまあ僕も経験済みなんでね頑張って頑張って頑張ってまあとにかくガーンと夜も寝ないでガーンとやってる時っていうのはやはりそのえ病気になりやすい特に癌ねガン細胞とか大きくなってくるっていうのもそういうありますはい僕の中でもすごく経験しててああせっかくね自分自身で癌を治そうと思ってガン細胞小さくなってああ亡くなった消滅したかなと思ってもまたね そのこう夜も寝ないぐらいの勢いでガーッとやっちゃうとそれがのにわかに大きくなってきたりするわけねこれもじゃああの僕,僕の体で実証済みなんでねはいあの <laughs> まあね、うんまあ、そういうことが起こるんだというふうにね思っていただけたらいいと思います。うん、でえー、っとね本当にねこうぐッとね力でもねこう入れるとねダメなんですよね。 のこの手の関節でもね、そうなんだけど、ぐっとこう力入れるとこうなるのが、これが力をね、緩めるというかね、こうこうよく見てね、これがね、関節でもね、これぐらいね、ぐーっとね、開いていくのね。うん。だから、かあの、体が力が、本当にね、力が抜けてる状態、こう、うっと緩んでる状態っていうのは、 こう,例えばこう持たれてねグッと抑えられても力と力のぶつかりで力入れるとこうぶつかって上がらないんだけどもねぐッとエネルギーをね解放してあげるとスーッとねぶつからなくうなるわけねそれは調和するのもあるし本来の、えー、力が発揮されやすくなるのね、うん、だから戦うというぶつかりのエネルギーではなくって調和のエネルギーで体が動いていくっていうこと。 それが人生でもやっぱりね同じようなことが言えるわけなんですね。はい、なので頑張って頑張って嫌なことやりたくないことを一生懸命やるっていうよりも一人一人の個性ありますよね。うんまあ、自分が興味のあることとかやりたいなと思えることとかやってて楽しいなと思うことそれを一生懸命やるわけ、うん、することによってそれが こうやらされてるでもなく、うん、そして、えー、自分自身がこう先にこ,うこの先のね、まあ、どう言ったらいいのかなこう難しいねエネルギーがずっと先に動くっていうんかね気が動くっていうね気の停滞がなくって、えーね、あのそ,のそこの頑張るのではなくって楽しいの延長がずっと続いていくっていうね、まあ、そういうエネルギーの流れっていうのが出ていくので。 うん、そういう頑張るのではなくて自分自身の心が喜ぶことこの心の奥底のねハートの奥底の魂が喜ぶようなことを一生懸命やろうっていうことねこういう生き方の方が非常に、うん、あの人生うまくいく運が開けていくっていうことね。うん、まあ,あのでもそ頭では分かっちゃいるんですけどっていう方が多いわけなんですね。 だからこうあの、まあ、いろんな原因っていうのは幼少期の親の言葉であったりとか学校教育によってねとにかく点数つけられて、うん、あの頑張ってやらない私は価値がないとか結果成果が出せてない私は価値がない、うん、人に認められたいとかいろんな思いっていうのが自分の中にあるわけじゃないですか。 えー、そういったもののホルダーねパソコンでホルダーが一緒にポーンと開いちゃう感じになっていろんな紐付けされてる感情とか、えーそのね、どう言ったらいいのかな自分自身こう前に生かさないように逆に、ねあのー、停滞させていくブレーキになっていくようなそういうエネルギーが同時に発生するということ、ね。でまあ,あの自分自身を内観してみたりとか。 インナーチャイルの癒しとかそれとか頬ポろポろとかそういったことをやるっていうことねだけどやってても結果の出る人出ない人いるのその違いって何かというと健在意識とかこれをやらなくてはいけないやってその自分の中のエネルギーをそのネガティブなエネルギーをなくさないといけないという意識で頑張ってしまってるのね。うん 頑張る、イコール、この思考の、思考レベルというか、顕在意識で、ぐっと自分の無意識を変えようとしているっていうね、そういうことをしてしまっている場合があるので、そういう場合はいくらやってもね、あの、効果がないというかね、余計になんかこじれていくっていうような場合もありますので、ちょっと気をつけないといけない。とにかく自分自身が、 緩んでいくってリラックスさせるっていうこと、そっちが先っていうことね。どうしてもあのー、子供の頃から勉強するっていうかね、知識をいっぱい入れていってハウツーばかりをね実践して、まあ、やり方ばっかりをこだわってしまったりとかする場合が多いので、うん、まあ、そういう方が今ちょっとね非常に増えてるんじゃないかなと思います。はい。なのでとにかくまず自分自身の体をリラックス。 そして、リラックスした状態でやっていくっていうことね。うん。それが大事というふうに思っていただけたらと思います。はい。まあ別の動画でね、体をリラックスさせるためにね、スワイショウとか、いろいろね、やってます。うん。で、まあ、要は瞑想というか、体を動かす瞑想とかね。 えー、スワイショーとか玉振りとか、まあね、玉鎮め、まあ、自分自身鎮魂というかね、まあ、そういういろんな方法はあります。うん、でもその、えー、と方法、まあ、さっきも言ったように方法にとらわれてそれを一生懸命頑張ってやることによって、ね、逆効果になる場合もあるので、えー、とちゃんとした、まあ、指導者というかね、まあ、メンターというかそういう方と一緒にやるっていうことも大事と思いますのでね。 はい、まあ本読んでとかまあいろんなセミナー行って資格もらったけども、うん、それが活用されてないっていう場合も非常に多くあります。はい、まあそういう場合は根本のところね自分自身がどのようなエネルギー状態どのような体の状態そして意識が自分では無意識のね深い意識のところに入ってるつもりだけども健在意識この思考の中でぐっといろいろとね 無理やり変えようとしていないかっていうところがありますのでねそのあたりが、えー、すごく、まあね、注意していかんといかんところになります。はい、なので、まあ、僕自身もね分身、まあの改善のリサーチというのはその、まあ、幼少期とか、えー、からの、まあ、親との関係とかさまざまなそのいろんな人との関係でどのような、えー、ブレーキというか、ね、ネガティブなエネルギーが存在してるか、ね、そしてそれだけじゃなくて。 まあご先祖様とかね過去性とかまあいろんなこと絡んできますのでね縦糸と横糸といろいろ複雑に絡み合っていくのでまあ現時点でね解放していく必要のあるものそういったものをまあリサーチしていってそれをまあ一緒にね解放するっていうことでまあそれを僕に依存してくださいっていうことでなくってねえご自身でできることをねいっぱい教えていきますはいそしてさらにまあそこからさらにねえっとこう 深い部分というかさらに安定させていくっていうことも必要になりますのでね、まあ、いろんなコースもやってますので、まあ、もしそういうの気になる方がいらっしゃいましたらはいどうぞね、えー、概要欄のとこにリンク貼ってますので、ね、そちらの方からお申し込みいただけたらと思います。 とにかく、まあ、頑張らない生き方っていうね頑張らない生き方をするっていうことすごく大切と思います。はい、で自分自身の心がワクワクするようなこと、ね、そしてやってて本当に時間忘れるようなことそしてそれが自分だけじゃなくて誰かの役に立つようなことねこうするそれをやることによってね本当にねご先祖も喜ぶし神仏も喜ぶわけね。 目に見えないね後押しというか要はご先祖とか先祖の願いを叶えていくっていうことになります。うん。前にも先祖供養は自分供養っていうのをねまあ、動画も出してますけども本当にね自分だけじゃな、ね、く自分の子だけではなくってね周りね、うん、まあ、自分自身との共通意識まあいろんな人との共通意識もありますのでみんなが喜ぶようなことをやるっていうことね。 誰かの役に立つようなことを自分が喜びを持ってやれるってこれが一番いいわけそれを、ね、そういうところに命を使うってこれが使命ということになりますねそしてそれをやってると天からいろいろね、うんまあ、命令じゃないですけど、ね、天,天が喜ぶこと、ね、それを天命と言ったりもするわけなんですねそういう生き方っていうのをねこれからえする人が非常に増えてきて、ね、いったら この日本が元気になることによって世界が元気になる、ね、あの国境がなくなる、ね、国境があるから世界の戦争が起こるんだっていう人もいます確かにそうですけどでも、ね、まずは自分自身の中に平和を作りそして自分や家族がね えと豊かで幸せもうで大好きになれるということをすごく大事であってそしてそれが地域、えー、日本という国であったり人類というふうに広がっていくっていうことになりますのでねはいまあなのでえっ、ー、とまあちょっと何言ってるかよう分からないようになってきましたけども、はいまあ、とにかく頑張らない頑張るというよりも自分自身の内側ね魂の声に耳を傾けるそして体の反応 ね、そういったものに耳をしっかり傾けてね、えー、生きていくっていうことが大切なんだよということですねはいいつもで、ね、ご視聴していただいて本当にありがとうございます。